はい皆さんこんばんはおじいさんですいろんなゲーム機で遊んでいますかおじいさんはもっぱら RK2020 の UI セッティングに不眠不休で取り掛かっておりますゲームは1%ぐらいしか遊んでません <laughs> もうねずーっと設定してますずーっと設定はい つまりこれはね地獄なんですよねもうね気が狂う作業を一人でやっておりますはいでもゲーム何にもしてないんですよゲーム何にもしてないけどずっとデータやり取りリスタートリスタートリスタートでねずっとですはい <laughs>、えー、皆さんもねそういう風な道をたどる方もおられると思いますが 本日はですねその基本的な使い方というものをお伝えしております、えー、お伝えしていきます結構ねそのめっちゃ簡単なんですよあなんていうのかな、まあ、RG350 とかもそうやったんですけども特にこれは結局まあなんていうのかなそのエミュレエミュレックっていう、まあ、名前なんですけども内訳はまあエミュレーションステーションでありまあもっと噛み砕くといったらレッド レレトトロロアーチなんです、ね、リブレトロなんんでですすねリブよ結局はだから、あのー、PSP 以外は全部一緒です使い方はいなので非常に分かりやすいと思いますでもちょっとショートカットキーとかをねそのオードロイド5アドバンスよりボタンが少ないのでショートカットキー等がありますので、えー、簡単にねちょっとお伝えしていこうと思いますそれでは電源入れます電源は、えー、こちらになっておりますここですね ここを長押しするとここが光るタイミングがあるのでそうすると離してください、えー、とここを押さえてちょっともう一回中に入れる感じですここを押さえて中に入れますすると光りましたねこれで電源入りましたするとこちらに英語がずらずらっと出ますこんな感じですねで大体い,い,いつもなんかこれが出てちょっとねロード時間がありますでこの後白くなります はい、でここのバーが満タンになるとこのように、えー、メニュー画面になることができますこんな感じですねえー、とこのメニュー画面は人それぞれいろんなテーマを入れたら自分の好きなようにできます僕は、えー、と今これにしました、えー、これに、えー、2日間をかけました <laughs> かっこいいでしょうでもこんな見るとちょっとロマンがあるでしょなんかこうね あ俺もこれししたいなっって思って思くるでしょう、うん、これがね面白い一番楽しい時間なんですよねはいで例えば任天堂をやりたかったらこの任天堂とかですね、まあ、あのファミコンですねでここで A ボタンですするとこのようにゲームの中に入ることができますエミュレーターの中ですねで上下でゲームを選択することができます ただしこれはテーマにより右と左であの画面全体にしてやるとこういうふうに横に動いていったりしますのでそこは自分の好きなテーマに合わせて僕はこれが一番分かりやすいかなここの字通りに全部出てるのでこのように上下でゲームを選択することができます。はい、で例えばゲームをしたいなっていうところ例えばですねじゃあ エレベーターアクションをしたいなっていう時にここで決定ボタンを押してくださいするとこのようにロード時間に入ってまあファミコンやから早いとかってないんですよね結構全部同じぐらいの時間ですねこのようにゲームを開始することができますでもうあとはねファミコンの通りですスタート押せばスタート ででセレクトでこのように変えれますね、まあ、これはゲームそれぞれですけどでスタートするとゲームをプレイすることができます。でちょっとねこのゲームの場合分かりにくいんですけどこれねえっとまあ3対2対3対になってるんですよね画面が。なのでおじいさんの好きな子を全画面にしたい時その時は、えっと、メニューを呼び出さないといけません。 はいメニューの呼び出し方がちょっと特殊ですけどこれは PSB のエミュレーター以外全部共通です X を押しながらセレクトをしますこうですはいみんなの見慣れたレトロアーチの画面になりますこれは p s p 以外全部同じですこれ絶対覚えといてくださいもうこれさえ覚えとけばあとは楽ですこれはどこの説明書にも書いてないんですで世界中どこにもこれ解説してないのでこれ見つけるの大変でした はい、ボタン1個じゃないし、うん、いろんなボタン組み合わせて触っていってようやく見つけたんですよこれね、うん、今後の皆さん楽でうらやましいです僕は大変でした <laughs> でもみんなが楽になればそれでいいです <laughs>、はい、でここにあのまあもうねあとはレトロアーチを知ってる人はそれでいいと思うんですけどここにセーブステートもありますどこでも、えー、セーブですね例えばじゃあこれでセーブステートここにします決定しますはいセーブステートしましたよってすごくありがたい分かりやすいんですよね じゃあ例えば今ここでセーブステートしたけどずっと下の階に行きましょうしかも明かりも暗くしましょう、はい、でメニュー呼び出してはいここのロードステートこれを押すと一番上の階でセーブしたところに戻りますはい戻りましたねこんな感じでどこでもセーブどこでも開始をすることができますはいもうだからあとはここの,あのメニューが基本的にもう分かりやすい英語で書いてあるので 大変わかりやすいと思います。い、はいい。と思まはでですねあのー、フル画面ですねおじいさんの大好きフル画面横に黒縁あるともったいないもう全画面で画面見たいよっていう人はここのビデオここのビデオに合わせて決定で、えー、下に行きましてこのスケーリングここで決定ボタンを押してアスペクトレイピィオ初めは上になってるので下にしてくださいそしてアスペクトレイティオに合うのでアスペクトレイティオで A ボタン そして初めはここのコアプロ、えー、プロプロ,プロバイデッドってなってるのでこれを下ずっと押していくといろんな対比にできるので、えー、3対2にしてください3対2はい後ろの画面が全画面になりましたこれであとは戻って B で戻っていってここのクイックメニューで決定そしてリシュームこれが元の状況からやり直すよってことです そしししたた戻りりままねはい全画面になりましたちょっと分かりにくいけどねこれですごく広い画面で遊ぶことができますもっと分かりやすいゲームでやってみましょうかではこのゲームをやめたいよっていう時その時は、えー、セレクトとスタートを同時押しを2回します やりづらそうですけどこの状態でポンポンと押していきます1回目押すともう一度同じボタンを押してくださいってここに注意書きが出ますそしたらもう一回押してくださいそしたらゲームをやめることができます思いのほか押しやすいですこれうん行きますね出ましたでもう一回はいこれで戻ることができます分かりやすいでしょはいそしたらえっと特に全画面にグラフィックがあるものが分かりやすいのでスーパーファミコンにしてみましょうそしたらスーパーファミコン そしておじいさんの大好きジョーマック、はいえー、データイーストラブなのでね、はい、じゃあこれを遊びましょうデータイースト <laughs> これ結構声似てると思うんやけどねデータイーストはいじゃあちょっと横縁できてるよねじゃあこれを全画面にしましょう X 押しながらセレクト同時じゃなくても1個1個で大丈夫なのでで、えー、ビデオこちらをスケーリングでアスペクトレイティで初めはコアプロプロバイデッドになってるのを3対2で決定はい横長くなりましたね後ろでねで、えー、クイックメニューを押してでリシウムこちらを押すとはい全画面とっても楽しい やっぱ大画面でやるのがいいよね。うんまあこれがね横引き伸ばして嫌だって人もいるけどねおじいさんはねこれが大好きなんですよほらせっかくねこんな大きい画面があるのでやっぱ全画面でやりたいよね。ほいほいほい。これ珍しいよねジャンプした後に左右でちょっとこう動けるっていうね。ぴょん。あ落ちる。危ない。<laughs> これれ上乗んのよね実はね、これね。はい。という感じです。で、えー、先ほどと一緒で、セレクトとスタートもう一回、これで戻ることができます。はい。でですね、最後にじゃあ PSP はどうなのっていうのをお見せします。まず PSP のゲームを立ち上げます。えー、っとですね、PSP のゲームはここを同時押しではなく、えー、スタートボタンがメニューの表示になります。はい。なんで、スタートを押してみましょう。 はいこのように PPSSPP ですね知ってエミレーターよく使っている方は分かると思いますがこういうふうな画面になりますのでセーブステートもここで行うことができますはいで戻りたい場合はもう一度スタートしてください で、えー、PSP は結構ね各種ゲームによって重いものとかこのセッティングからいろいろ書いて調整しないと動かないものもありますのであとはこのセッティングをして自分なりにいろいろ設定を、えー、試してみてください。PPSP の設定はもうネット上にたくさん上がっているので、えー、とご自身でこの設定がこうかなじゃあこここうした方がいいかなっていうのはご自身で調べてみてください。そんな難しくなくて情報はたくさんあります。はい でですね僕もねそこまであの知らないのでこれは本当に出し惜しみとかそういうことじゃなくてあの他の情報いろんなことを、ね、丁寧に書いてくださってるサイトたくさんあるので、あのー、ありがたく参考にしましょうでもう一度スタートを押すと戻ることができますでじゃあこの PSP ってスタートボタンどこあるのってだってゲームを始めるときスタートいりますよねなんとここなってますここがスタートそしてここがセレクトになってます はいなので始める時ってゲームを始める時どうしてもここ押しちゃうんで僕もよくメニュー出してあーってなるんですよねはいここがスタートですでメニューがここじゃあ終わるのどうするのっていうとセレクト1回だけでいいですうんこれね逆の方がいいかなって個人的に思いますけどねここメニューで、まあ、ただね何かあった時グッと結構 LR 使うゲーム多いんでね「ロコロコ」とかねまあ確かにそう考えたらこっちかなってへこんでるしねじゃあセレクトをしてみましょうはいこのように戻ることができますはい どうですかいかがだったでしょうかこれが簡単な使い方です。で、えー、ゲームをやめるとき、えー、ですね、RK2020 をやめるときは、スタートボタンを押しましょう。すると、このようなメインメニューに出てきます。で、ここの一番下のクイットここですね。こちらに合わせて決定ボタン。するとこちらに一番下にシャットダウンシステムって出てきますよね。シャットダウンシステム。こちらを押すと、えー、リアリーシャットダウンって出てきますので、 あのシャルビーダンスでではないんで、ね、踊らないいいの踊らようにしてくださいね、はいえー、これで YES となると高須スクリニックという感じでこのまま、えー、シャットダウンすることができますいかがだったでしょうかこれが基本操作となりますこれはあ一瞬でお伝えしましたが繰り返し繰り返しいますが 大変やったんですよ僕は。<laughs> 見つけるの、何の設定もないし。<laughs> はい、えー。皆さんは楽して、えー、もうちょっとじゃ多分届き出すと思うんでね。えー、この基本操作は頭に入れて、えー、いっぱい楽しんでください。すぐね。もうゲーム移動も僕お伝えしたし、これで操作ももう全部これだけです。はい。なんか詐欺から自分の喋り方が若干ジャパネット高谷に似てきてるなっていうのがちょっと恥ずかしいなって思い出してますけども、もういいです。<laughs> <laughs> でも僕これ別に売れたからってどう乗ってないし <laughs> とにかくねみんながたくさん楽しんでくれたらいいかなって思いますうーってもうこれ分かるのもだいぶおじいさんしか分かんないよね、えー、この動画で初めておじいさんのこと知ったよってしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思いますそしてあこれで僕ももうねあの海外で予約したよ届くの楽しみっていう人はねここで必ず予習して あのー、楽しんでください。で、えー、と今後来た時のね、あのー、準備できたよって、すぐできたらおかげで、おかげでって言い方がいらせたね、あのーまあ、説明を聞いて、楽しくできそうですっていう人はね、高評価を押していただくと嬉しく思います。多分ね、皆さん手元届いたらね、各種ね、やっぱりね、感動すると思います。うん。あのー、皆さんがねあ、おもろいな、すげえなーっていう声がね、またお寄せいただいたらと思います。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。